田中広之は、京都府出身の芸能関係者。2017年現在、吉本工業の代表取締役副社長を務める。1978年に、京都大学文学部を卒業し、同年吉本工業株式会社に入社。桂三氏、赤市、アカさんまのマネージャーを経て、1982年から、テレビ番組やイベントのプロデューサーを担当する。 1990年の国際下と緑の博覧会でのメインステージのイリュージョンショー、ファーコスの制作や、ナンバ再開発に向けた1998年の演劇集団、パイパーのプロデュースとなんば、クリエイターファクトリーの提案、2009年の吉本、プリンスシアター立ち上げの葬式などに携わった。また、1997年から聴覚障害者にも対応した字幕ビデオや、 字幕付け寄せを企画制作し、CS 障害者放送統一機構で理事も務めた。1984年に難波加月主配人に就任、1993年1月からは、吉本工業の東京支社長を務めた。その後、総務部長、ワイズビジョン専務、吉本お笑い総合研究所所長、吉本創業100周年実行委員会、副実行委員長、 吉本アドミニストレーション本部長、株式会社、吉本デベロップメンツ、株式会社、吉本クラブの社長などを歴任。ありがとうございます。